滋賀県。滋賀県は、琵琶湖を要する日本国、近畿地方北東部の内陸県である。県庁所在地は、大津市。両政国の大見国、広州と完全に一致する。県名は、大津が属していた文明、滋賀郡から採用された。滋賀の発音は、共通語では、地にアクセントを置く。頭高型アクセントが、地元では、がにアクセントを置く。 小高型アクセントことが多い、滋賀県とする場合は、共通語も地元の方言も同じアクセント。大海が近津大見に由来し、現在も滋賀県が湖国と呼ばれるように、琵琶湖は県のシンボルである。産業用水、近隣府県約1、400万人の飲用水の源の観光資源として、その存在は大きく。 地域性も琵琶湖を挟んで異なる、口術、地域参照。琵琶湖があるために、内陸圏で唯一漁港を持ち、その数も二0港と、海に面する五府県より多い。水分交易が盛んだった中世や近世には、若狭湾と上方をつなぐ中継地として、大津や片田など内水系の重要港湾が、数多く発展した。東海道、東山道、中仙道、 北陸道が合流する陸上交通の要衝でもあり、大海を制する者は天下を制すとして、たびたび戦乱の舞台となった。交通利便の良さは人材の流出をもたらし、戦前まで、滋賀県は流入人口よりも流出人口の方が多かった。中世から近代にかけては、多くの出身者が大海商人として全国各地に進出し、琵琶湖のアユは外に出て、 大きくなるということわざまで生まれた。太平洋戦争後、高速道路の整備やトラック流通の交流に伴って交通利便の良さが再認識され、流通拠点や工場、研究開発施設が相次いで進出。近年は JR 西日本のアーバンネットワーク拡大に伴って京都府や大阪府のベッドタウンとしても注目されるようになり、首都圏以外の地方では、 数少ない人口増加圏へと転じた。なお、開発が進むのは京都や大阪に近い南部であり、北部とは経済格差が起こっている。南部では新興住宅地が広がり、駅前にはマンションが建つなど賑わいがある一方で、北部や西部は田園風景が広がり、のどかな雰囲気がある。ただ人口が停滞している湖北、古東地域であっても、 地域再生の議論や実践が活発である。滋賀県は近畿地方に分類され、文化的、経済的に京都、大阪との結びつきが強いが、中部地方との交流も盛んである。近畿県整備法で定める、近畿県と中部県開発整備法で定める、中部県の方に含まれ、滋賀県知事は近畿ブロック知事会と中部県知事会議の両方に出席している、 福井県と三重県も同様。また、福井県、岐阜県、三重県とともに、日本真ん中共和国を設立し、知事サミットや文化交流事業などを行っている。愛知万博では、中部8県とともに、中部千年共生村を共同出展した。北部は、近畿、中京、北陸の公点であり、工場や物流センターの設置計画も進むなど、 中部県の一角としての発展も期待されている。なお、NHK 名古屋放送局で制作する、東海三県向けの天気予報には、常時滋賀県の予報も表示される。また、かつてテレビ、東京系列で放送され、滋賀の美ワ子放送でも放送された、メガトニュース問いの最後の天気予報では、少なくとも1985年10月以降は、 全国の天気予報のご各地の天気を報じる気は、市が東海地方の区分で報じられ、次の近畿、瀬戸内地方には京都府、奈良県西のみが表示されていた。琵琶和湖があることから、県民や行政の環境への意識が高く、また環境関連企業や人材が集積していることから全国でも屈指の環境先進圏として知られている。本県は、 琵琶湖及び、それを取り囲む山々、比叡山、平山系、伊吹山、鈴鹿山系を有し、早くから都が置かれ、古代、中世から交通における重要拠点であったことから、日本史上の関わりが極めてく、健全度にわたり、自然、歴史、文化的資源が豊富に存在する、工実、周囲を山脈、山地が取り囲み、中央部に、 琵琶湖と大見盆地が広がる。大半が琵琶湖であるかのように思われがちだが、最も面積を占めるのは山林、総面積の約半分であり、琵琶湖が占める面積は総面積の6分の1程度である。面積は全国で10番目に狭い。その狭い面積の半分以上を山地と琵琶湖が占めており、果樹地面積は大阪府よりも狭い。 全域が内陸性気候であるが、北部は北陸、山陰型の日本海側気候、南部は太平洋側気候及び瀬戸内海式気候を合わせ持つ。他の地域のように、日本海側気候と太平洋側気候の境目に産地があるわけではなく、湖岸に広がる同一の平地の中で、前時的に気候が変化していくのが大きな特徴である。しかし、琵琶湖があるおかげで、 他の盆地と比較すると、夏の暑さと冬の寒さは、幾分穏やかである。湖西、湖北は大部分が特別豪雪地帯や豪雪地帯に指定されており、特に九余五町は、近畿西唯一にして、日本最南端の特別豪雪地帯となっている。伊吹山では、昭和2年2月14日に11.82メートルの積雪を観測した。これは、正式に観測された、 積雪量としては世界記録である。中でも長浜市横呉町旧片岡村、入村では高い数値の降雪が記録されている。町の最北端に位置する中豪地で1981年の56、豪雪時に6メートル55センチメートルを記録した。特に積雪の多かったとされる1936年には、いずれも公式の気象観測施設によるものではないが、 お話しで7立方メートル0センチメートル、中ごうちで7平方メートル0センチメートルを記録した。日本残酷物語第四部保障なき社会、平凡社。1960年には、入北部の雪の山上として、この辺りでは、雪が平年で20尺、約6メートル、多い年は30尺、約9メートルは積もる。この年の大雪では30尺以上積もった。 その場所というのが、奥川並の集落のようである。との記載がある。また、平山地登録では、平卸しという北西の極地風があり、3月下旬に吹くものは、平八甲荒れじまいと呼ばれ、春の訪れを告げる、風物詩となっている。総面積に対する自然公園面積の割合が37.6%で、平均14.5%、1位である。2007年。 平成19年時点。一家の13市3群6町がある。町は、すべて、町と読む。また、村は2005年に消滅している。江戸時代には、江南、現在の古南、高西、現在の古西、高東、現在の古東、古北に3区分されいたが、明治時代以降、美和湖を中心に、古南、古東、古北、古西に4区分するのが、一般的となった。 この4区分以外に区分される場合もあり、例えば2017年時点で、滋賀県では、大津地域、甲賀地域、東大見地域、古東地域、古北地域、高島地域の7地域に区分がされている。各々に属する自治体は、以下の通り。なお軍は、1878年、明治11年の浅江軍の東西分割と1897年、 明治三十年の西アザ軍の以下軍編入以外は、大法律領以来の軍名特格が、昭和の大合併期までご踏襲されていた。人口は現在、太地の自治体は、県事務所、合同庁舎所在地、国道一号、かつての東海道が通る、交通の要衝であり平野部も多いため、天智天皇の頃には、大津に、とも置かれるなど、古くから開発が進んだ。 京都市と事実上の双子都市を形成している、大津市や大津の伝統的な衛生都市であった草津市をはじめ、現在では通勤、通学圏としても、京阪とのつながりが強く、いわゆる、滋賀府民の多い地域となっている。高賀は、県境をまたいで位置する三重県伊賀地域と並んで、忍者、傭兵と制約の町として知られる。かつては、高賀地方にも短期間ながら、 しがらきぐが置かれていたことがあり、現在でもしがらき焼きの里として文化面において高い評価を得ている。湖南地方とともに平野部が大きく開けており、国葬地帯や交通の要衝として栄え、肉牛の飼育も盛ん。大見商人を最も多く排出した地域でもある。京阪から最も遠い地方であり、関西文化圏の東端であるとともに、 北陸地方や東海地方との干渉地帯である。近代には、養産業が盛んであったが、現在では、湖南地方や古東地方に比べて、宅地やオフィの開発や、工場進出が遅れている、いわゆる南北格差。しかし、そのために、伝統的な文化や景観が保たれている。紀内と若狭湾、北陸地方を結ぶ街道筋で、 湖南地方と共に京都とのつながりが強い。近代に幹線交通網から外れたため、開発から取り残されていた。阿ド川線上地と石田川線上地を除いて、平野部が少なく、琵琶湖近くまで山地が迫る自然豊かな地方である。歴史、文化的には、大津市北部も古際に含まれる。合併により2004年、平成16年以降に廃止になった。 自治体は、下記の通りである。滋賀県はその地理的特性から、奈良、京、大阪への物資や、人材の供給源及び、中継地、あるいは、機内と東国、北国とを結ぶ要衝として発展し、日本の中央市に大きく関わってきた。白洲政子は、随筆、大見山賀賞の中で、大見は、日本の楽屋裏と評した。また歴史学者の今谷明は、著書、 近江から日本史を読み直すの中で、近江の歴史を書くことは、日本通史を表すのと同じことと語り、近江の歴史的価値と重要性を、奈良、系と同等かそれ以上に高く評価している。国造が分立した時代には、滋賀県は、近江国造と暗黒作りの領域であった。都に近いために早い時期から開発が進められ、多くのトライ人が入植した。アスカ時代には、 近江大オー奈良時代には、がらき具やホラ具が置かれた。人身の乱や藤原仲丸の乱といった戦乱の舞台となることもたびたびあった。近江出身の総裁長は、比叡山に、延略寺を改装した。延略寺は、数々の瞑想を排出し、現代に続く日本の仏教文化を大きく発展させた。平安中期より、佐々木氏が近江に起こった。 佐々木氏は、源の頼朝が、関東地方で勃興するところに、積極的に加わり、大江一国の守護職を得た。以降、六角氏や京国氏に分かれながら、佐々木一族は、戦国時代に至るまで、大江国を支配した。南北朝期には、バサラ大名で有名な佐々木同様、講師が出て、京国家の誠意を伸ばした。本願寺、蓮如の大不況が始まると、 大津付近は一向、総色が強くなった。このため、これを喜ばない、比叡山が、たびたび攻撃を仕掛けた。比叡山登録の坂本は一向胸の片田と、経済的にも対立していたことか、両者の構想は頻繁であった。この後に蓮舟は、大津に一向総拠点を構えた。戦国時代に入ると、北部に浅井氏が台頭する。形の上で、 京国氏を奉じた浅井氏は南部を領する六角氏と交争する。織田信長と結んだ浅井長政に至って六角氏を駆逐するが、後に将軍の信長包囲網に加わって、信長に抵抗、小谷城の戦いによって1573年、天正元年に滅んだ。大見国を支配権に入れた信長は、根拠地として大見盆地に安土城を築城する。 信長の死後は、稀内を地盤とする、橋場秀吉と、越前国北の省を地盤とする、柴田勝家への軽装地となり、北部で行われた、静ヶ岳の戦いにおける、秀吉の勝利で決着がつけられた。秀吉は、初めての領地が長浜であった関係もあり、多数の大見国住民を、主に事務方として登用した。石田三成も、その一人である。また、秀吉の 豊臣秀治は、八幡、山城及びその城下町を築き、琵琶湖につながる運河や幡堀を整備し、商業を進行させた。その他、大見からは、賀茂宇治里、東道高虎、大谷吉次など数々の名武将を輩出した。戦国時代から江戸時代にかけての甲賀軍では、甲賀流忍者が活動していた。徳川家康は、徳川氏における、 西英軍を率いる意志を関ヶ原に近い彦根に入法させて、西国のおさいとし、北部の大部分は彦根藩の領土となった。まとまった大藩は彦根藩のみであり、その他は、前世藩、水口藩、大溝藩、西大寺藩、宮川藩、三条藩、三上藩といった、小藩、交代寄り合いの最上下の大森人や、交代寄り合いの旧木下の朽木人や、 さらに他国の諸藩領や天領なども入り混じり、江戸時代の大御国の領地区分は複雑な様相を呈していた。江戸時代初期には将軍上洛用御殿が水口城、長原御殿、岩御殿、柏原御殿とあったが、三大将軍、家光以降は上洛も途切れ御殿も次第に老朽化して廃れていった。文化面において特筆すべきは、江戸初期の人物で、 大見聖人とも称された、儒教学者、中江当時が活躍し、日本の陽明学を発展させた。松尾芭蕉、吉中寺に眠るは、大見をキュウリと呼ぶほど好んで訪れ徘徊を高めたと、共に、大見正門と呼ばれる数多くの門人を輩出した。また、江戸時代には、鎌倉時代から続く商工業が、飛躍的に発達し、犬神、愛知、神崎、河毛を、 高島の各軍、特に、八幡、日野、五花所などから、大見商人を多く輩出した。一部の商人は、幕末から、明治維新の混乱で没落したものの、近代以降も多くの大見商人が活躍し、今日に至る日本経済の発展に寄与した。明治維新により、幕府領、旗本領に、大津県が設置された後、廃藩地県によって各藩は、各県に移行し、 1871年11月22日、新たな大津県、滋賀郡、加茂郡以南と長浜県、高島郡、神崎郡以北に通された。翌1872年1月19日に、大津県が滋賀県に、2月27日に、長浜県が犬神県にそれぞれ解消され、9月28日に、両県が合併し、大見国。 並びに現在と領域を同じくする新たな滋賀県が成立した。その後、1876年8月21日から1881年2月7日までの4年半には、現在の福井県令南地方、鶴ヶ市政を編入した。この間、滋賀県は若狭湾に面していたことになる。鶴賀沈聖を分離する際、地元では反対運動が起こり、時の滋賀県令、 小手電安定が1881年2月、反対文書、若狭、越前四軍離脱に対する、県議書を、大城大臣三条耳美美と内務卿、松方正義宛に送った。本庁舎は、大津に置かれたが、南西に偏在しているため、大見国際大の城下町であった、彦根も候補に上がった。1891年と1936年の2度、大津から彦根への、 本庁舎移転運動が起こったことがある。京都や大阪に近いながらも自然豊かで、地下も比較的安いため、京都、大阪の通勤通学圏として住宅需要が高く、住宅開発が活発である。交通利便性の向上を下地にしたものづくり拠点の整備や商業施設の開業、増設も続き、地方にあって人口増加が続いている。 2010年に実施した国勢調査によると、滋賀県の人口増加率はプラス2.20%で47都道府県の中で第5位。近畿地方では滋賀県と大阪府だけが増加した。森山市のプラス8.10%、草津市のプラス8.00%、立東市のプラス6.32%は全国の市町村トップ100に入っている。 2011年の人口増加率はプラス0.31%で沖縄県と東京都に次いで全国3位。2010年国勢調査での県の人口が2005年の調査時から2.20%増えたことにより総人口の順位は全国28位と2005年の調査時全国31位から3つ順位を上げた。2008年 平成20年8月1日時点で人口調査開始の1960年昭和35年以降初めて140万人を超えた2009年平成21年9月1日時点の人口統計速報で奈良県の人口を抜き大阪府、兵庫県、京都府に続く近畿地方第4位となった2012年4月1日時点の 都道府県推計人口によると、滋賀県の人口は長崎県を上回る全国27位となり、また2012年9月1日時点では、愛媛県を追い抜き全国26位へと上昇した。国立社会保障人口問題研究所の将来推計、2013年3月公表によると、2010年から2040年の人口指数、2010年時点の 人口を100とした時の2040人の人口は92.8になり、全国的には沖縄県、東京都に次いで減少率が緩やかになると見込まれている。特に草津市、森山市、立東市の3市は2010年から2040年の人口指数が110を超え、結出した水準に達している。地方公共団体コードごとに市町村を一家に列挙する。現在、 19市町、13市6町がある。法定人口は2015年、平成27年10月1日実施の国勢調査の値、推計人口はの値、人口密度は推計人口、面積で算出したもの。衆議院の小選挙区が4、参議院では全県で1区を構成、歴代知事、公選を以下に抜粋、滋賀県は、 日本有数の消費地である京都、大阪を支える農業圏であった。滋賀県内の農業は稲作中心で県内の耕地面積のほとんどを水田が占めている2011年の水田立国内第2位。滋賀県で生産された米は甲州米または大見米として知られる。戦後の第2次産業、第3次産業の発展に伴い県内の農家の多くは 県業農家である2010年の副業農家立国内第3位。また、滋賀県は日本茶発祥の地とされ、江戸時代には万所茶が宇治茶と並ぶブランド茶として名を馳せ、現在も高賀市土山町、県内最大の栽培面積、生産量としがらき町町具、日本語大名茶を中心栽培が行われている。その他、第一次産業においては、 ビワ湖における漁業、アユ、ビワマスセタシジミなど、古島地方を中心とする、大見牛の生産などが盛んである。現在は、西日本有数の工業圏であり、2010年、平成22年の工業生産出荷額は6兆5、741億円に達する。主要な工業生産品には、近世からの伝統産業である日の、工賀地方の医薬品、特に置き薬があり、 2011年、平成23年の医薬品生産額は2、506億円、全国11位、シェア3.6%となっている。また、滋賀県内には既述の医薬品を含めあるじに9つの地場産業が存在する。環境先進権としても知られており、県内には、新エネ省エネ、蓄電池、水処理、バイオなどの環境関連企業、技術、人材、 教育機関が集積しているほか、移行連携プロジェクトによる、医療、健康危機器分野の成長も期待されている。また三次産業を主体に、県内の就業者数は一貫して増加している。2012年の滋賀県の GDP、県内総生産は、人口で上回る鹿児島県、熊本県のそれよりも大きい。一人当たりの県民所得、 県民経済計算についても2013年度で第4位となっており、全国トップクラスとなっている。今後の中期経済成長率については、民間シンクタンクによれば、県調な人口動態と、若年人口比率の高さ、京阪神と名古屋の中間経済圏としての立地と、交通利便性、産業集積度や、山岳間連携浸透により、全国上位と予測されている。 また厚生労働省の報告書、平成27年版労働経済の分析によると、2012年時点における、滋賀県の有業者数あたりの専門職人材、研究者、技術者、医師、会計士、教員等の専門的職業従業者比は、東京都、神奈川県、京都府に次ぐ高さとなっており、当県に専門的、技術的職業の人材が集積している。 完全失業率は全国平均未満であり、比較的堅実である。滋賀県内の第三次産業活動については、県庁所在地である大津市や人口が密集している草津市を中心とした湖南地域にやや偏っている。またびは湖環境ビジネスメッセや滋賀ビジネスパートナーといった経済イベントが開催されているほか、滋賀経済同好会では、 大見商人の哲学、精神を守り、広げていく活動が行われている。たった数、現在は、県内に、空港は存在しない。戦前、戦中には大日本帝国陸軍用の8日、死飛行場が存在し、また戦後には、日野町周辺に、琵琶湖空港を作る構想があった。県周辺の、主な空港は、以下の通りであるが、県内と、 各空港を直接つなぐ公共交通機関は関西空港駅と草津駅及び前原駅を結ぶ特急列車はるかしかなく2016年現在リムジンバスなどは運行されていない。しがらき高原鉄道を除いて電化されておりすべての JR 路線が幹線である。 一般路線バスを運行する事業者は、主要な国道や県道でも高規格化整備が遅れており、至るところで渋滞が発生している。特に、大津市と京都市とを結ぶ国道1号は、交通集中のため慢性的に渋滞が発生する。大津港や地区部東港を中心に、琵琶湖汽船、京阪グループと大見マリン、大見鉄道グループの大見トラベル運営が、 観光遊覧船を開設しているほか、大見八幡市の沖ノ島と堀切れ港を結ぶ通船や沖ノ島町名事項を結ぶ渡し船が存在する。以下、琵琶湖機船と大見マリンによる定期観光航路を挙げる。滋賀県で登録された自動車ナンバープレートはすべて、滋賀で森山市の滋賀運輸支局で交付される。他府県民から、下地何や、下地下地、または、 稲妻ナンバーと揶揄されることあるが、これは、シゲルの、洋ヨ々ーヨーの部分から連想されたものである。安市出身の西川隆則の呼びかけで2009年、平成21年により、草津市で開催されている大型野外音楽、ライブ、稲妻ロックフスの、稲妻は、ナンバープレートの俗称から命名された。2011年、平成23年時点で13の大学。 短期大学が立地しており、特に人口あたりの大学生数は、京都府、東京都に次ぐ、全国3位に位置している。小学校では、京都府と共に、乱陸、乱クがよく普及している。また、児童の交通安全のための飛び出し坊やの設置が多く、飛び出し坊や愛好家の三浦淳からも注目されている。滋賀県独自の教育事業として、小学校5年生などを対象に、 琵琶湖場で行われる、滋賀県立琵琶湖、フローティングスクール、平成24年内閣総理大臣賞の、第5回海洋陸国推進功労者表彰を受賞がある。県域放送局、テレビ放送について、当県は、放送対象地域としての、近畿広域県、大阪府大阪市に本局を置き、近畿地方全域を放送エリアとする在阪順、キー局に含まれており、 このうち毎日放送、朝日放送テレビ、関西テレビ、読売テレビについては、県内に中継局が地局されている。また地域によっては、冷え山にある KBS 京都テレビ送信等からのスピルオーバーによる軽放送の視聴が可能である、KBS 京都の公式の電波到達範囲図。AM ラジオについては、在阪、在名各局とも受信可能。ただし過去には、 NHK 京都放送局と朝鮮民主主義人民共和国の平壌放送とが同一周波数共に 621kHz を用いたなど海外局の渾身も少なくなかった。FM ラジオについては京都の FM 京都のほか、大阪の FM 大阪、FM80 にも一部では聴取可能である。また NHK 京都、大阪も聴取可能である。京都。 大阪の文化圏に属し、とりわけ、京都方面からの影響が大きい。岐阜県関ヶ原町から、滋賀県米原市にかけては、東西文化の境界線をなす。アホかたわけか、雑煮が丸餅か角餅かなど。湖北地方は、北陸や東海の文化との干渉地帯でもあり、例えば雑煮の味付けが、北陸風のすまし汁だったり、湖北地方以外は、味噌仕立てが主流。 東海三県のブロック市である、中日新聞が広く配達されていたりする、前原市では6割強のシェアを占める。角川日本知名大辞典では、和で、一徹ではなく、係数に明るく、利害に敏感で、蓄財に長じている。文にたけるが部はそれほどでもない。地味で着実、おとなしく粘り強く努力する。としている。社寺、滋賀県には、 浄土新州門徒が多いを中心とする伝統的な遅延社会であることから、保守的、閉鎖的であるとの指摘もある。祖父江高尾は、滋賀県の県民性イメージは、大見商人に関するステレオタイプから生み出された部分が大きいとしている。滋賀県内で話される方言は、近畿方言、いわゆる関西弁に分類され、京言葉と共通する特徴が多い。近世の大見国は、 中央に、琵琶湖がある地理的要因と相反が乱立する政治的要因によって、国内の流が制限された一方、街道の発達によって、地域それぞれに、周辺諸国、美濃や若さなどと交流を持っていたため、狭い面積でありながら細かな地域差があり、特に、湖北地方の方言は独自性が強い。滋賀県の方言の特徴としては、第三者待遇表現の多様や、 そ始まるる。指示後の波行音歌礼それ、惚れ、れ本、琴古古北などが挙げられる滋賀県では突出して盛んなスポーツはなく、2008年、平成20年に B リーグ、当時、BJ リーグの滋賀レイクスターズが設立されるまでは、滋賀県に本拠地を置くプロスポーツチームは存在しなか、2017年より、 滋賀ユナイテッドベースボールクラブが独立リーグのベースボールチャレンジリーグに参戦した。高校野球でも近畿勢で唯一優勝経験がない日本の高校野球滋賀県参照。一方で近年サッカーのレベルが向上しており2005年平成17年に滋賀県立安高等学校が全国高等学校サッカー選手権大会で優勝を果たしている。 滋賀県本拠地のサッカークラブとして、日本フットボールリーグ、JFL に、競合佐川市が FC、本拠、森山市と J リーグ参入を目指す、三代美和子市が、本拠、草津市が存在する。他に、立東市には、日本中央競馬会の立東トレーニングセンターが、所在する。美和子には、海津大崎など数々の継承地があり、とりわけ、大見八景は、 近世より日本有数の名称として知られた。さらに、彦根藩市森川巨六線の風俗文線、1706年公永3年に刊行された湖水府の港には、大海の名所旧跡が詳細に述べられている。近年でも美和湖発景が設定され、景観の良さで内外に知られている。また歴史上早くに都が置かれ、中世から近世において、交通における 重要拠点であったことや、太平洋戦争の戦災や、戦後の乱開発も、比較的、少なかったことなどから、社寺、城郭、伝統的景観などの歴史的観光資源も豊かで、ある。それらの自然、文化、風土の奥深さに、古くは、松尾芭蕉が、近代でも、芝良太郎や、白洲正子らが見せられ、滋賀の地を深く愛した。 主な観光地としては、全国的にも有名な長浜、彦根、大見八万、死柄木のほか、世界遺産、文化遺産である比叡山延暦寺をはじめとする多数の寺院や史跡、湖国随一の規模と歴史を持つおごと温泉などが存在する。また、琵琶湖及びその周辺の自然環境では釣りボートよと、ミシガンクルーズスキー、登山、キャンプ、琵琶湖一周自転車ツ、 リング、通称美和市などのアウトドアレジャーが盛んであり、自然、歴史、文化など多方面にわたって観光資源が極めて豊富なことから、京阪神、中京圏、北陸圏などから多数の観光客が出ている。なお、滋賀県の年間のべ観光客数は2011年に過去最多の4、735万人となった。近年、湖以外の自然環境では、 里山やデニエン、カバタなどがグリーンツーリズム、エコツーリズムの観点から見直されつつある。その他特筆すべき文化施設やイベントとして、西日本最大級のオペラ拠点である、ビワコホールがあるほか、野外型大型ロックフェスの稲妻ロックフェスや彦根市のゆる、キャラ、彦にゃんンブームに橋を発した、ゆる、キャラグランプリ、伝統の大津祭り、日本三大三社祭の一つ、 長浜引山祭り、ラフォルジュルネビワコ、鳥人間コンテスト、ビワコ大花火大会などの開催があり、これらの祭事にも県外から多くの人が訪れる。グルメでは最高級和牛ブランドの一つ大海牛を筆頭に、大海舞、船寿司、ゆ屋のゆ巻き、比叡湯葉、鴨料理、ばが餅、赤こんにゃく、焼きサバそうめんといった伝統食のほか、 クラブハリーへのワームクーヘンが人気である。さらに近年では、湖国ブラックや、大見ちゃんぽん、その他新鋭の個人ラーメン店が競い合い、市がご当地ラーメンとして、内外で盛り上がりを見せている。上述の、美和市美和湖一周の愛称が、自転車愛好家を中心に認知度が高いこともあり、近年、美和湖及びその周辺に点在する豊富な自然、歴史、 文化的資源を周遊、体験する観光企画、ブラド、ビワイチの旅が、県内外へ発信されている。滋賀県では2012年9月現在、1件の世界遺産、文化遺産、55件の国宝、806件の重要文化財が指定されている。国宝の指定件数は、京都府、東京都、奈良県、大阪府に次ぐごい、重要文化財の指定件数は、 東京都、京都府、奈良県に次ぐ4位で、特に国宝建築物22件は、奈良県、64件、京都府、48件に次ぐ3位に位置しており、4位の兵庫県、11件以下を話している。近年多数の歴史的文化財や史跡、優れた景観を活かして、映画やドラマのロケ地として、積極的に誘致活動が行われている。出身者以外で、 滋賀県に、ゆかりのある人物としては、大津宮を開いた、天示天皇、あわず、現在の大津市で倒れた、源義仲、義仲が眠る大津市の義仲寺を墓所とした、松尾芭蕉。大津市の恩城寺で樹海司法名院を墓所とした、アーネスト・フェノロサ、大見八幡を、活動拠点と市県内にも多くの名建築を残した、ウィリアム・メレル・ボーリズなどがいる。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。